Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. こんばんは。Today's practice is 3 of 42ということで、3本目ですね。まあ、基本、1日3本ずつ、アップしていきたいと思うんですけど、まあ、もともと、1本あたり5分から10分ぐらいの短めの動画なんで、10分としても30分ですから、まあ、まあ、内容はね、いろいろ精査しながら頑張って撮ってるんですけども、中身のクオリティというのが落ちないように頑張っていきたいと思います。はい。で、今日はですね、まず本編の、講義内容のアウトプットが一つと、発音が一つ、それからフレーズが一つということで、同時進行でずっとやっていきたいと思います。頑張って勉強していきます。まず、今日はですね、立て替えるっていうのを英語で何というかっていうのを紹介していきたいと思います。買い物とか、まあ、あとはご飯を食べに行ったりとか飲みに行ったりした時に、たまたまね、意外と結構大きな金額になってしまったとか、それだけ持ち合わせがなかったっていう場合に、まあ、もしくはやっぱり5人とか10人ぐらいになったりとか、まあ、何人でもいいんですけども、割り勘でそこでこういろいろこう計算してってするのが非常に面倒くさいっていうことで、誰かが一人でいっぺんに払って後でこう回収するっていうのはよくある話だと思うんで、その時に立て替えるよっていう表現どういうかっていうのを紹介したいと思います。日本語で言うと単なる5文字なんですけども、ぴったりく英語がなくて、まあそういうニュアンスのものを組み立てたフレーズというか文章構成になってます。はい。まず一般的によく一番使われているフレーズはですね、I'll pay for you. I pay for you. I will pay for you ということで、あなたの分を支払いますということですね。I'll pay for you. で、その後に just pay me back later. Just pay me back later. 後で返してね。pay me back. Just. で、later. 後で。っていうところですね。で、これ2つの文章に分かれてますけど、大事なのはこの just pay me back later です。これがないと払いますっていうだけになっちゃうんで、おごるよという it's on me っていう意味と同じことになっちゃうんで、後でトラブルになる可能性も高いので、 just pay me back later っていうのを必ず言うようにしてください。はい。で、あとですね、これ I'll pay for you っていうのが、まあ一応スタンダードな言い回しではあるんですけども、もうちょっとフランクな感じだと、I got you. I got you. でも OK らしいです。まあ、もしくは、pay for っていうのを cover に変えて、I cover you. I cover you. まあ、この3つ、ニュアンス的にはどれでも同じらしいですね。まあ、無難なところでは、I'll pay for you って言った方が別に目上の人であっても、そんなに親しくない人であっても、カジュアルに仲のいい友達でも通じるのではないかなと思います。あと Just pay me back later っていうのも、この pay の部分を get に変えて Just get me back later というふうに言っても、後で返してもらえれば OK だよっていうことになりますので、どっちでもいいと思います。で、まあこれ全部覚えれば一番いいんですけども、フレーズを覚えるっていうのは、まあ一番最初は最もスタンダードで、誰に対して言っても当たり障りないし、潰しが効くフレーズっていうのを一番最初に覚えるべきだと思います。最初にもうこういう言い方もあるよ、ああいう言い方もあるよって全部こう覚えようとしたら、もうテンパってしまいますんで、もう覚えきれない。僕もどっちかというと暗記が得意な方じゃないので、暗記暗記暗記でやっちゃうと全然楽しくないですから、まず一個本当に I'll pay for you, just pay me back later. I'll pay for you, just pay me back later. ってこれだけ覚えておいて、まあ、もしくは覚えておくっていうか、まあ、言われた時に、ああ、thank you っていう感じで言ってる意味がわかるぐらいにしとけばいいと思います。まずそれが大事ですね。で、それがしっかりこうちゃんと使えるようになってから、こういう言い方もあるよ、こういう言い方もあるよっていうやり方が一番いいかなと思います。自分も疲れないし、身の丈にあったって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、ストレスのないいい感じのペース配分での勉強かと思います。あとこの後ろのですね、まあこれさっき言いました、I just gave me back later ですね。当時のフレーズで言うと You don't have cash? You don't have cash?
Oh, don't worry, I got you. Just pay me back later. っていう感じですね。You don't have cash? 現金持ってないの？ああ、大丈夫大丈夫、心配しないでって。I got you. 払っとくよって。Just pay me back later. 後で返してもらえればいいよっていう感じですね。で、こういう感じで覚えておいていただければなと思います。もう僕もこれでね、I'll pay for you. Just pay me back later. I'll pay for you. Just pay me back later. っていうのを覚えておきたいと思います。今日どうもありがとうございました。いいねコメント、それからツッコミコメントお待ちしてます。チャンネル登録もぜひお願いいたします。Thank you for watching. See you next time.